星の牧場は、児童文学作家、章の英二の代表作である、長編ファンタジー小説。1963年、理論者より刊行され、第11回産経児童出版文化賞、第2回、野間児童文芸賞、第4回日本児童文学者協会賞を受賞した。1970年、理論者より英訳版、ザメド・オブ・スターズも刊行される。福音兵。 石沢もみーちはインドネシアで戦ってきたが、愛は、月みを失い、記憶を失っている。彼が、山中の牧場にたどり着いて、音楽を演奏するジプシーたちと出会い、そこで、心の癒しを得るかに見えるが、舞台は、幻想的な世界へと展開する。1981年、福田勝弘主演、19歳のバイオリニスト千術、マリコが準主役となり、 NHK 総合テレビでドラマ化され少年ドラマシリーズとして11月2日3日に前編後編が放送された。ドラマ版は DVD 化されている。1987年若杉光夫監督により映画化され6月13日に公開された。制作はフィルムクレッセント、配給は東映クラシックフィルム。映画版はビデオ化されている。 ありがとうございます。